はい、どうもこんにちは、ピアソニーです。今回はシーズン32最強ハンターランキングやっていこうと思います。で、今回はですけども、まあ、いつもね、完成したランキング動画をバンってね、みんなに発表しながらやっていく形でいつもやってるんですけど、今シーズンはちょっと趣旨を変えて、今からランキング動画を作っていく過程を皆さんにね、お見せしようと思います。その方が多分細かいニュアンスとかも伝わりやすいし、いいかなと思ってやります。で、もちろん俺一人やるんだったらちょっとつまんないかなと思って、今回はスペシャルゲスト2人来てもらいました。この方です。じゃあサバイバーからどうぞ。ゼータディビジョン所属のサバイバーやってます、ドリスです。いやー、ありがとう、本当に来てくれて。リーグ中の忙しい間に。全然来ますよ、もちろん。そしてハンターはこの方ですね。はい、どうも、ランクマ星人のラスティです。あ、来た、今現在ハンターにランクマ星人です。はい、まあ、ということで、まあ、この、まあ、トッププレイヤー、サバイバー目線、ハンター目線ももうこの3人で対面しながら、まあ、いろいろね作っていこうかなと思います。早速じゃあハンターの一番強いとこから決めていきますか。まあ、やっぱ最強といったらあれじゃない、やっぱサングリア、アイビーじゃない。今はもうとりあえずその2キャラは一旦確定、うん、確定ね、一旦確定だね。もうでもどう思う、サングリアとアイビーどっちの方が強いか。強さの系統結構違うけど、おアイビー派。そうだろう、俺はアイビー派だな。アゲドリは、まあでも、いや、どうだろう、ランクマだもんね。まあそうだね、予想なんだけど、今のところは多分アイビーの方が多分絶対勝てると思う、うん、やっぱそうなんだ。うん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 。けど対策が結構あるから、アイビーってそれがどんどん浸透してって行き着いた時はやっぱグリアの方が、やっぱその対策できない速さというか、そう、チェイス力の強さ、うんうん、今はアイビーの勝ちやすいけどみたいなのあるか。そう、いつか逆転しそうっていうのはある、うんうん、けど今は絶対アイビーやと思うな、俺も、うんうんうん、じゃあまあ一旦アイビー先頭に置いとこうか。いや、これどうしよう、今回作るにあたってこの2人殿堂入りにしようかなともちょっと考えてて、今この2人に並ぶのいる？ハンター。鹿が、そうだよね。鹿が強かったからな。うん。まあそのちょっと前だったら鹿が本当に強くて、もうそれこそ世界大会でも鹿かサングリアかみたいな感じだったけど、ちょっと弱体化受けたんだよね。で、それによって今ここで食らいつけるかどうか。結構弱体化響いてるな、前回の。ああ、やっぱそうなんだ。思ったより。鈍化がね。うん、範囲狭いし、してもちょっとね、うん、サバイバーもチェイスやりやすくなっちゃったから、しか、うんうんうん、他のキャラクターでこのサングリア、アイビン食らいついていけるハンターっている？今安定した夢の魔女とアン、イケアンも結構理不尽押し付けられるなとは思う、やっぱり。まあそうね、ランクマのアンマジで勝てない。やっぱ勝てないんだ、やっぱ絶対分けは取られるよね。あとは救助狩りとかもね、なんか何でもできるのが強いな、アンはやっぱ。サングリア、アイビン並ぶ？アン、ランクマの環境ってマジで粘着めちゃくちゃ多いから、そういうところを見ると、うんうんうん、アンは基本拒否れるから強いんじゃないって俺は思うけど、うんうんうん、そもそものキャラパワー見た時に S のこの2人に並べるかっていうか強さ、S の2人かな、やばいか、やっぱりこのサングリア、アイビーはこれちょっと殿堂入り級にします。ここを変えて SSSS にしよう。いや、神だな、もうこいつらゴッド、神、ゴッドティア、ゴッドティアを作ろう。一旦ゴッドティア、その2体確定で、じゃあゴッドティアようやく、あ、今から始まった、もしかしてランキング、やっとこっからこれスタートラインかもしれない。これだったらレスティア考えやすくない？まあそうだね、鹿とかアンとかそのレベルのハンター出していく。鹿、魔女どうですか？魔女も S じゃない？やっぱランクマだったら、まあ、今からやるのって本当に大変だと思うけど、うん、まあ、やっぱ極めたな、強いと俺は今でも思うな。最近今日書いた雲はどうなの？いや、出たー、雲糸の燃費も良くなって張りやすくなってで操作性は上がってるけど、かといってキャラパワー上がったかって言われるとどうなんだろう。どうなる、ランクまで当たってる感じ、ドリーは足速くなってるわけじゃないから、そうだね。でもあれはやばいなって思う、そのなんか2加速あって、うん、板割った後に3加速維持してくるのはマジやばいなって思う。あ、それはそうだね、板割った後に加速キープができるようになったね。やばいね、そう、絶対できなかったけど、うんうんうん、右下上とかめっちゃ強いんじゃない、雲今板割り1の。確かに、だやばいと思う、人格の、うん、そうだね、幅も増えましたね、強化によって。まあ今回の強化で1個上がりましたよといった感じで、あとここ来るんだったら、まあボンボンとかじゃない、ボン、インジャ、インジャも入るな、うん、正直ランクは。おー、はい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 、強いハンター多い、うん、こうやって見たら強いね、だいぶね。、まあ、インジャも本当に連携も難しいし、まあ、それこそやっぱイケとも相性がいいし、マップによったら全然イケインジャもすごい強いし、ボンボンのイケってどうなの？俺あんま使ってる人見たことないけど、個人的には好きなんだけど、結構強い、やっぱ強いよね、だいぶ強い、うん、そうだよね、やっぱ考えると強くなったハンター多いね。 S すごい強いわ、やっぱどれ見ててもイケがね、やっぱ強いよね、
悪さしてる、うんうんうん、傲慢の強化と異形の追加が結構ねハンターそうだねしてる気がするな。ここ前はローいたけどローどう思います2人。いやまあなんかぶっちゃけあの異形案が強すぎて、うん、異形ローがめっちゃかすんでんじゃねえかいやマジでそうなんだよな。いや俺ドラスティー異形案が強すぎるんだよな俺ドラスティーロー人形大好きじゃん。この案がすごい今強くなっててなんか似たようなキャラクターピックで出せるしなんかワンチャンロー人形って骨董いたらなんやかんやきついとかっていうシーンも作られるやん、まあうん、こういった時も案だったらなーってたまに思いながら使ってて存在感マックスの理不尽さがあったからローはまだそこで案にまだ優位取ってたけど今もうイケのせいでもうなんか別に最初から案理不尽押し付けれるからそうだねちょっと差別化できちゃったかなーって感じはで考えたら1個分けるランク A ぐらいにしとく。俺は落としてもいいと思う。うんうんうん、うん、落としてもいいかもね。他 S 入りそうなキャラクター、うん、まあイタカとかが悩むぐらいか。イタカは無難に強いよね。うんうん、あとイケイタカも結構相性いいっしょ、うん、5万全然相性いい。いいねいいね。まあイタカも S 入れとくか。 S これ結構多い。まあいやまあまあこのゴッドティアができたことによってなんかうまく差別化されてる感じある。この S にグリアイビーいたら結構終わってたかもしれないあそれはそう。バン足りません。ピエロとか別にS じゃないっしょ多分。ピエロマップ選ぶよな。まあそうマップによってピエロまで上がれるのがいいからね。ピエロとかビルとかも結局強いけどマップで使えないがある以上そ多分そんな万能じゃない。この動画見てなんかハンター決めようって人も多分多いと思うよ。そこでやっぱピエロ単体 S 入れちゃうといや全マップで使えんやんけってなっちゃうよね。だからマップ選ぶキャラクターはちょっと下がるなっていうのはちょっとある。まあ A もまあまあいそうだな。まあ、芸者とか A の基準何にするかを考えないと。そうね S が、うん、S がどのマップでも戦える強ハンターみたいな感じで、まあ、そうだ ねどのマップでも戦えるし、まあ、本当にひたすら 4-3 というか勝ちをまあ優先的にやっていける。で A の基準は、まあ、負けは少なくて、まあ、引き分け以上が通っていきやすいキャラクターだったりとかじゃないかな。 S には一歩及ばないキャラクターとか。じゃあもう女王じゃん。うん、俺は女王芸者とかは熱いのかなとは思うな。グレイスとかは、まあ、グレイスもその基準で言うならイケヤクム。イケヤクムイケヤクムかいやめっちゃ多いんだけど。イケヤクム忘れてたわ。イケヤクム強くない。イケヤクム最強最強、うん、え強いよね。マジで避けらんないよ。強いけど本当にそれぐらいのよね強くなってる部分が。いやそう他で稼がれる部分っていうのがちょっとあるから、ヤクム一旦保留かなって俺は思うけど。一旦保留、うん、S思ったけどマップ選ぶならクモ S ない S じゃないんじゃねと思った。いや確かにね、ちょっとある。そう軍事病院がもう無理みたいな感じだから A の一番強い枠でもいい。そうだね正直 A のてっぺんでいいかもしれんね、うん、他 A のキャラクターこれランクマナーアンデッドはクソ強いキャラ。いや思った今あ強いんだ。そう急に来るしな、はい、ランクマ急に補選で分かんないっていうのもあるし、うんうんうん、まあ、ランクマなら全然 A かそれぐらい。はい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 。おおこれは新しいですね。まあ、一旦置いて0100なんだよなんでいやそうあのそこしか残せるから気楽だから。うん分け安定っていうよりかはなんか勝ちか負けか、まあ、勝ちか負けかなら B かも。 B かルキノとか結構安定すんだよ。分かんねえんだよなルキノ。ルキノねえ、まあでもルキノ4通してる時もあるにはある気しちゃうんだよな。そんななんか引き分けアンパイハンターのイメージないんや、うん、本当にこれも勝ちか負けないイメージある俺ルキノって。うん、なんかこの他のキャラクター例えば女王とかロー人形ほど引き分けなイメージ俺あんまないんだよな俺も。まあ初動がね固くないからな。考えたら、まあ、ルキノとかも、まあ、B とか次のランク帯に入ってきそうかな。 B は幅がでかいとかキャラクターパワー高いけど、まあ、負けもちょっとあるよみたいなキャラクターを集めようと思います。あーてか忘れた、フールズゴールドくんいました。このイケメンほとんどのハンター B に当てはまんないこれ。まあ確かにピエロもウィルもガラティアも全部 B じゃないの多分。そうだこの辺のキャラクターそうだピエロウィル、ガラテア、マップも選ぶし勝ちも全然あるけど、まあ、負けもありますよみたいな。そうそうそう、キーガン忘れてた。キーガン A じゃない。キーガン強いんだよな。うん、キャラパワーが結局高いとは思う。粘着バーンした時のキーガンがめっちゃきつい、うんうんうん、サバイバー。今キーガン使うんだったら粘着バーンおすすめなんだやっぱ。まあ、粘着なしのなんか占いとか袋をすかせるだけで、うん、まあ、8秒しか稼げないから言うても。まあそうだね、どうしようもできないか。イケキーガンどうなんですかね。イケキーガンどう見たことない俺もやろうとは思わないな
なんかさ、イケイをさ、鬼没みたいに使えないからさ、うん、結局いや、板記憶持ってたらさ、一発与えてさ、イケイで近づいてきて、板戻しでみそっこみたいな。まあ確かに、距離詰めたら強いんか、距離詰めだったら強い。これきっとユイさんがやってくれるよ、動画で。いや、イケイ祈願強いのか、イケイ祈願強いか検証してみた。いやマジかよ、わかりました、検証します。祈願ってさ、合板強いじゃん、あの、まあまあ確かにね、あのさ、そうロックね、そうロック入るからさ、うん、ちょっと相性いいんじゃない、イケワンチャンワンチャン。まあ確かに時間は稼ぎやすいよね、なんかクールタイム中とかその辺は要検討ということで、まあ一旦じゃあここでまた新たな可能性が、うん、A 置いときますね。まあ一旦入れていい、うん、まあそうね、だいぶ分け性能が高くある、キーがも。あ、ジョゼフとかはもうモロ B とかじゃない、A 民超最強じゃない、アスタ、ジョゼフ、まあ、ルキーのラッキムシとかも入るか。比較的やっぱ勝ちやすいキャラクターとかは S いっぱいいるけど、 B のキャラクターを生かそうと思ったらそれなりにやっぱキャラクターのプレイヤースキルが求められますね。ジョゼをどうするかだね。うん、エイミン強いんだよな、ジョゼ。あれだね、それこそ次のなんかアプデかなんかでさ、ミニマップ、あ、そうだわ、うんうん、変わるんじゃないの。だからなんかジョゼフが強いみたいな見てる、サムさんの。うん、そう俺だね多分。このレーダーの性能は別に変わってはないんだけど、めっちゃ分かりやすいから、もう一目で、あ、ここねっていうのが分かって探知できるから、まあ、移動の手間 もう最小限で行える。うん、結構あ便利だなと思った。まあ、その将来性ちょっと期待して B にしとこうかな。B いる ?C、C と D あるけどまだ。いや、これはもう適当に追加してるから、まあ、ラストは C でいいんじゃないかな。C で完結しそう。まあ、レオ、リッパー。左から順番に。左から順番に言ってこい。レオ、リッパー、白黒くん、バルクじいさん、アントニオ、悪夢かな。悪夢ちょっと悩むよね。B でもいい気する。悪夢 B でもいいか。それ俺結構イケ役申しやからな。ってことは使うんだ、じゃあ、ランクまで。ラスティはイケ役も。いや、ちょっとそれは話が違う。イケ役も使うでしょ、やっていく。いや、お気に入りって今言ってたし。俺はイケ案かな。めちゃくちゃ安泰じゃねえか。イケ案じゃねえか。まあ、一旦で揃いましたね。まあ、こっからちょっと細かくなんか、左右差とか、まあ、見ていってみようかな。とりあえず S は俺、鹿一番。一番下か下から2番目ぐらいでいいと思う。あ、そんな下がったんだ。うん、あのね、うん、いや強い強いとは思うし、実際俺もランクもずっと使ってるけど、うんうんうん、そうむずいかな。あー、なるほどね。別に S の中だったらそんな楽にやれるハンターじゃない、うん、まだちょっと、うんうんうん、A 寄りの S みたいな立ち位置な気するから、 S の中だったらだいぶ下な気はする。まあ、意外と鹿ってやっぱチェーンのクールタイムとか長いし、1個のミスが響くキャラでもあるから簡単じゃないよね、やっぱ鹿って。あとパチの罠の数がな、2個になっちゃったから。2個渋いね、だいぶちょっとね、うんうん、考えないといけなくなっちゃった。置くタイミングと置く場所、このボンインザいたかは正直俺分からんな。インジャはマジよりは強いと思うな。おお、そうなんだ。インジャそう粘着拒否性能高いから、めっちゃチェイスさえ終わらせてしまえば、基本的になんか盤面ひっくり返すことできないんだよ。うわ、まあでも魔女とインジャー、まあ似たような系統ではあるけど、どっちの方が強いかって言われたら、まあでもこの使い手次第のとこあるな、正直。まあそう、だけど環境的に言ったらインジャーじゃない、うん、うんうんうん、まあじゃあインジャー優先っていう感じかな。どうする、ここのボンイタカシカの順番どうする。ボンボンアンの左横行けばいいんじゃない。俺インジャーの左でいいと思う。まあやっぱ強いよね、結局救助狩り最強だし、チェイスも強いし、鹿とイタカどうしようかな、順番。そんなランクまでイタカ使える編成って来ないんだよな。いや、めっちゃわかる。イタカ万能で、すごいめっちゃバランスのいいキャラクターだけど、苦手キャラも多いよね。いるのがね、うん、今年か比べたら鹿の方がまだなんか破壊できるし、うん、相性いい気するんだよな、環境的に。考えたらまあさすがに鹿の方が上かでいいかなって思うけど、どうなんだろう。うん、うん、まあさすがに俺も鹿の方が嫌かな、イタカよりは。うん、そうだよね、うんうん。じゃあ一旦、まあ S はこれで OK としましょう。まあ A ランクはまあどうだろう。まあ A は A むず。まあやっぱ雲は強いと思うな、雲ローあたりは。雲はてっぺんで。女王。女王の位置わかりません。まあでも女王っていけないマップあるとしたら唯一中華ぐらいじゃん、苦手なマップって。T 君とかだって女王。どこでも出すやん。女王どこでもいけると思ってるしだって。どこでもいけるし、別に何着ても出せると思ってるから。正直俺はね、分かんない女王は。俺、妻子いなかったら別に俺中華でもいけるなって思っちゃうな、女王。よく言われるのは、女王で出ませんみたいな。まじ引き分けが量産みたいなのは聞くから。分けは取れるけど、勝ちにくいってなったら A の中じゃ低いんかなって感じもちょっと。まあでも、勝つための工程は多いよね、女王って。アイテム減らしてとか。だし、鏡一枚ガバった時の
絶望感やばいな。絶望感とサバの試合ペースの進みがやばいから、どうなんや、低いんかな、うん、A の中だったら女王って、まあ、求められるプレイヤースキルがだいぶ高い可能性がある女王は。なんかこの A の中で比べるんだったら、うん、みんな分け以上取れて勝ちやすいハンターだから周りがってなると低いめな気もする、うんうん、まあ求められるハードルが高いか。芸者とか、うん、俺芸者が一番下だと思うけど、この中だったらグレイスは粘着できないのがちょっとうざいよね。芸者は下の方かな、うんうんうん、だいぶティア落ちたよな、うん、芸者って。芸者だいぶ落ちた。まあやっぱりそうだね、ちょっと熱いな。他のキャラクター芸者の役割を持てるハンター増えたよね、こうやって見てると。まあシカムとかもそうだし、一瞬で移動できるキャラクターも多いし、キャラ相性もそうだし、うん、まあ、機動力あるとはいえ個数制限あるし CT あるしっていうのがね、うん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 、ちょっともう今芸者使ってた人を全然使わなくなっちゃったよね、ランカーで使ってた人誰も使ってるの見れないもん。俺も今シーズン0回使用回数なんなら前シーズンぐらいから使ってなくない？え、もう0 0 0。うん、冷えた鹿でいいやってなっちゃったから。まあそうだね、まあ、鹿が前シーズンとかは暴れすぎましたね。まあグリースはやっぱその救助狩りとかもやっぱこのメンバーから見てもあるから、結構強めかなとは思っちゃうな。ローとグレイスの絶対的な違いっていけるマップ数だと思うんだよな。グレイスの方がいけるマップ多くない？ローより。まあ工場とかもまあ出せるしね、グレイスは。そう。で、境界はお互い無理で、うん、で病院も正直、まあ、病院も多分お互いきついみたいになって、うんうん、遊園地もローきついけど、いけやんのか。いけロー結構熱いよ。ベンチグレイス結構使う人多いけどね、ランクもやってる感じ。だから、遊園地のローがさ、どうなんやろ。いけ来る前はめちゃめちゃ弱い、はいはいはい、イメージだったけど、いけでいけるようになるんだったらわかんないけど、まあ、結局通んないオブジェクト多いから、うん、遊園地うん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 、ってなるとグレイスの方が高い気がするんだよな、マップ的に。まあ、やっぱじゃあいけるマップ数の差でグレイス一旦上か。おばちゃんどうする？うん、女王より前か後か。いや、まあ前だとは思うんだよな、まあ、やっぱキャラクターパワー的にできることの幅も多いし、積みを作りやすいよね、キリカンいると。さあ、ということでじゃあ A ランクはこれで、一旦確定にしました。じゃあ続いて、まあ、DC はもう一気にもう見ていこうか。いつもまとめてセットで見るんだけど。簡単もこれも。これむずいな。一応ですよ。本当に簡単にもある。B と C、いや、もう全然簡単じゃないから。B と C、人によって変わりすぎるな。いや、まあ本当にそう。これ結構全部統一されるまである、人によって。本当に使えてしまう。まあでもキャラクターのそのサバイバーの相性とか苦手キャラクターの数で考えたら多少は差はやっぱあるじゃない。どう見てもキャラパワー低い組はもう、うん、レオリッパー無常、うん、バルクはどうなんだろうな。バルクな、全然強い時強いんだよな。ビヨンジョ壁よけって絶対できるから。うん、避けれる、そういうイメージある。避けれる。マジかマジか。サバイバーに避けられたら一生ダメージ入れらんなくて、だいぶ障害性能は高い、バルクマジで。まあまあ、なんか分からん倒しできるような、うん、いやー、どうだろう、バルク C、 いや B ある、バルク。まあでも競技シーンちょくちょく出てるから B に上げてもいいんじゃない。まあ確かに、まあもう本当にロマンはあるよ、このキャラクター。うわー、でも違和感あるな、このガラティア、ピエロとかフルゴとかに並んでるの。いや、まあでもこんなもんか。まあB 人数多いからやっぱあれだね、うんうん、B のてっぺんと B の下ではマジで違うランクぐらいの差はある。まあ確かに、まあこん中で、まあ、B ランクの強いウィルとかはやっぱ、ま、マップ選ぶけど刺さったらすごい強いと思う、まあ、ここのキャラ全員マップ選んでるから、うん、もうマップ抜きで強いで考えても良さそう。みんなマップでどこしら強い弱いがはっきりしてるから、武器のもだいぶ高いんじゃないかな、うん、それ言ったら。そうだね、そう思うな。結構どこでも強いし、いけそう。あ、この4体だったら俺泣き虫ハスターの方が上な気するんだよな、ガラフルゴより。へ、まあ、うんうん、ポテンシャル、その上振れ値は高いよね、明らかに。そうそう、うんうんうん、まあ一発目だと、そうワンダメージっていう差はあるね。上振れ値 を引きやすいよな。ガラとかフルゴは後半じゃん、存在感マックスなってから上振れ引きやすいけど、うんうんうん、この2体は別に存在感1からどうにかなるから。やばい、トニオがトニオが基本的に現全部当てれば最強だよ。いや、そうなんだよね。いや、実際去年だってあれだよ、中国の IVL トニオピックされてたからね、うん、トーナメントで。B か。いや、トニオ。いや、C か。いや、C のてっぺんじゃない。C のてっぺん。C の王者か、アントニオ。C の番長で。C 界の1位じゃないこれ。アントニオの何がきついかっていうのがあって、なんか弦狙うまでがマジで長いし、当てても意味ないじゃんってところはまあまああるよね、アントニオって。結局当てても板越しだったらとか。
結局距離取られちゃうし、これがなければ強いんだけど、判定細すぎるしな。いやそう、当てんのが他のハンターと比べてレベチすぎる、このキャラクター。ちょっとね、精度がちょっと立体的にめっちゃ必要な気がする。あと存在感マックス弱すぎるな。いやまあそれはそう、もう本当に昔のことしたしね。そう、本当にもう避けやすすぎるんだよなあれ。うーん、でもあれね、実は当たるんだよな。何を言ってる、実は当たる。何を言ってる、一体。なんかちょっと動こうとして大きく動いて当たっちゃう。いや大きく動いてるやん、自分から勝手に。それ何よ原因って考えると、まあまあでもほぼ誤差だね。もう B ランク C ランクはもう誤差です。正直もう本当に生かすことが上手い人が使えばもう誰でも活躍するチャンスはあります。まあっていう感じですかね。はい、今回は3人で話しながら、シーズン32の最強ハンターランキング作ってみたということで、次はサバイバー編をやると思うので、よかったらそちらも動画よろしくお願いします。概要欄に2人のチャンネル貼ってるので、よかったらチャンネル登録お願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。言ってくれた。